まあ、それぞれ皆さん自分の手を入れてください。じゃあ、今度は正面ですか。いつも通り、まあ、ここここれいまいちまた分かりにくい。これ親指ごとまとめて使う。この時しっかりこの時に小指に押す。で、押すようにして自分の胸にこの人差し指をつけて、少し整体するようにしてから真下に。この時胸を動かす。肩、肘を返すようにして、必ず下つく時は近い方か。とりあえず前に、本当はこの続きもあるんだけど今はここに。とりあえず来たら受けっこやら慌てなくていいから特にその時はゆっくりやっていいから。同じか上、最低でもね、下にしない。言うなって、こうなってる時にちょっと下げる。こうか、平行より上だと入れられないんだけど、こういう状態だと体返すと入れられない。なるほど。だからそれを防ぐために、でこうよりは下だと振ってこう、はい、上がっちゃう。で、来たら同じ感じ、90後ろ足前足で髪が逆転見合わせてこう、でこれ掴まない、もっと引っ掛けて掴もうとするとそういう意識、掴んだら相手が何かされるって思っちゃう。ほんと挟んでくる。一応 L 字になってよ、ちょっと分かんない。よいしょよいしょ、ちょっと待って、ちょっと待って、最後の音をするぐらいなんです。人間ってね、なんか掴まれるとね、掴まれるなんかしようとするね。捕まらないで捕まらないでふっと引っ掛けても、最後までなんか触れてる手がこうなんかこう横にいた L 字で挟むと、あともう一つ、やっぱ最初から掴もうとすると、この掴もうとするこういうことの意識すごいでしょ。基本的にはもう余計よ、ここもまだ掴んでない。でこの辺で最後必要があったら、はい、横面の締め、トリンクで避けて、はい、あと思い出してダメだよ、先生。よいしょ、足の最後の向きがそのまま飛ぶ時の回転軸、この足の向きに対して垂直の方向が回転軸、これこうなってる段階でどん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 ブレてくる。どれだけ正確にこの足を飛ぶ方向とまっすぐ向けるか、意外と余裕はあるから受け身取る時って、はい、あえてやりにくいから、このさんも今そのまま、あの本当の意味で現実にやってこうやった方がいい、両方からこうやった方が本当がいい、下でやる癖が走っちゃったんでなんですけど、本当はこっちの手をスタブでつけておいて、こうやってやれば両方がいくんで、その方がいいんで、こちらの方が俺の変な癖がついて、ちょっと下に入れちゃう癖がついて、これももう体で覚えましょう。
Yes, clearly. Yeah. でなくて、あくまで足を潰す。だから前足。で、ワン、ツー、フリー。あ、そうはこんな音がやるんですけど、もっとこれくらいは高いかもしれない。ワン、ツー。この時もさっきの仕様がありました。掴まない。あくまで挟んで引っ張ります。で、今度、反対に戻るときにこれを大きく引っ張ります。で、足。ちょっとだけこっち。そう。で、この状態で本当はかけちゃうんだけど、今日割らないから指が外して付け直してした。大事なのはこの足がでこうそのままで外して外してもう一回付けてと、うん。下までこうやる。もうこのバッバッ。これも胸を返すときに押し付けてる手がフィーッて返す。実際こんな本握ってるのあんないるかやからな。そういうときは本当にボーンって体力使って相手がワッて引っ返してから本当はやる。形はそんなガチンコ系とはもっと大きくなって上に行ってまず形を覚えた。胸を出す。右手が下に。前手がちょっと引き付けるようにして前に出てる足が下だというふうにか。で、後ろに絞って。で、後ろに絞る。もうここまで、ここまでの部分をもうあんまり考えずにすっていくようにしてるんですね。はい、胸の上の重心です。こうきます。正直、ここから始めてもいいです、まずは。まずは、この、これね、この、やってますよ。もしくはこっちかな、イメージとしては。このライン、小指から始まるこのライン。このラインは最後まで出てますね。ここで一応こう、ここで初めて決め手が変わります。今までこう決めてたのをこっちの手で決めました。で、これここから先はまあどうやってもいいんですけど、じゃあこの技はこうします。そしたらもう一回また二度目はなんですけど、指決めてこっちの指が決めたままちょっと岩波さん、耐久力でちょっとまさすぎて。なんかここから限界値が早すぎて。もうちょっとこの説明したい。これ、ここに、こ最後。まだ来るんだな。この子はこういう状態です。決めたままだもん、ここで倒れちゃうからさ。しっかりと、決めたまま。しっかりと、ここ、この指が、最後まで抜ける。この瞬間ともに抜けやすいから、ここから変わるときも抜けないようにしてほしい。ただし、早くやらないでください。あの、ライン取りっていうのかな。一回決まったテンションが、方向が変わっても、変わった瞬間にブッとかって抜けないように、あくまで決まった。下から上、さらにこっちってくる間に、一回決まったテンションが抜けないように、ゆっくりと。